どうもワニです。そしてこちらはこの間ね紹介しました琵琶湖オオナマズというナマズを飼育している水槽なんですけれども、こちらねとんでもないことが起こりました。これ見てください。わかるかな。あのねめちゃめちゃでかくなってるんですよ。これちょっと動画じゃ伝わんないかもしれないですけど、多分もうね倍ぐらいの大きさになってます。琵琶湖オオナマズ成長早いな。ナマズ自体がね早いのかもしれないですけども、ビワナマなんかすごい早いですね。というわけで、まあ、まだこの水槽で狭いってことはないんですけども、水槽がね大きい方がより成長も早まるんで、こちらのビワコオナマズの水槽を早いとこ大きな水槽に変えようと思います。というわけで使うのがこちら、まあ、以前ねアルビノのクサガメとかを飼ってた60cm×奥行き 30cm 高さ 36cm の、まあ、普通のレギュラー水槽なんですけれども、こちらを使用します。じゃあまずここに底砂を入れます。もともと入ってた水槽と同じ川砂ですね。いけるな。でろ過装置は普通の丈夫ろ過装置。じゃあここに水を入れていきます。ここまで水を溜めたら、このすでに水が出来上がっている水槽から水を拝借します。こうすることによって魚の糞とか残った餌とかを分解してくれるバクテリアがね、発生させやすいというわけですね。でこの水をここに、入れます。ではろ過装置のスイッチをオン。これでしばらく水を回して水を作って、できたらナマズを入れます。はい、というわけでね、数日こうやって水を回しまして水ができたと思いますんで、こちらに琵琶湖オオナマズを移していきます。でまずこの水槽の水をパッキング袋に移します。じゃあナマズを捕まえます。ほら、わかるかな、だいぶ大きくなってんだよね。さあ入れ、よし、はい。でナマズを袋に入れましたら、こっちの水槽にこの袋を浮かべて、ちょっとねもう水をちょっとだけ入れとこう。この現地の水槽、これで水温と水質を合わせていって、ナマズをこちらの水槽に移していきます。はい、というわけでね、十分に水合わせできたと思いますんで、水槽の中に入れていきます。水合わせ中にちょっとうんこしちゃってるんで、この中の水が汚くなってますけどね。さあ、いけ。なるべくうんこは入れずに行ってほしい。昨日ザリガニをたくさんあげたんで、うんこがオレンジ色です。さあ行け。行かない。あ、入った。よしよしよし、このうんこはちょっと入れずに、ほら、よし。で隠れ家となるギガも入れてあげまして、はい、このギガもね、もうちょっとしたらもう狭くなるだろうね。あんまりね、でっかいなんか障害物入れると完全に隠れちゃって全く姿が見れないのも寂しいんで、この程度にしておきます。まあ、完全にこれに入らないぐらい大きくなったら隠れ家を変えようと思います。で今までね、餌はもうお迎えした当初は赤ひれで、次にメダカをあげてたんですけども、今はもうね、多分小赤ぐらい食えるサイズになってるので、生きた餌用金魚小赤をドバッと入れておきます。ガンガン生き餌を与えまくって、さらにガンガン大きくなってほしいですね。今まだちょっとね、新しい水槽に入ったばっかでパクパクしてますけども、落ち着いたらね、徐々にこの金魚を食べていくでしょう。餌を食べてるところは見たことないんだけどね、いつの間にかいなくなってるんだけども、結構いつ見てもねお腹パンパンなんで、たくさん食べてると思います。
やっぱ夜行性の魚なんでね、夜もう暗くなって人が見てない時にパクッとね食べてるんでしょうね。これぐらいの水槽であればまあまだしばらく飼っていけるでしょうね、何ヶ月かは。さらにこの水槽でも狭くなったら90、120、180とね、大きな水槽を用意していきたいと思います。楽しみだな、これからの成長が。お、出てきた。やっぱり普通のナマズとちょっと違う顔の形をしてますよね。という感じで今回の動画はこちらの琵琶湖大ナマズをね、新たな大きな水槽にお引っ越しさせましたという動画でございました。また今後もね、こいつの成長記録動画にしていきたいと思っておりますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。